られ、めっちゃ楽しかった。おお、リミリンのめっちゃいただきました。私もすっごく楽しかったよ。まだやりたいもん。相変わらず元気だな。私はかなり疲れたぞ。でもアリサのキーボード絶好調だったよ。なんだか歌ってるみたいだった。この成果を見せるためにもそろそろライブなんてしたくない？賛成。あ、どうせやるなら新曲もやりたいな。気が早いって。そもそも新曲はねえだろ。あ、でも私もやりたいかも。なんとなくイメージは出てきそうな感じがしてて、あと一つ何かきっかけがあれば思いつきそうなんだけど。あ、お姉ちゃんからメールだ。やった、パンフレットの写真見てくれたみたい。え、本当？そういえば全ページ写真撮ってメッセージで送ったって言ってたっけ。ゆり先輩なんて言ってる？写真ありがとう。作ったみんなが学校を楽しんでるのが伝わってきたよ。見てたら私も花女のことが懐かしくなっちゃった。だって、おお、それは好評ってことでいいんだよな。絶対そうだよ。よかった、ゆり先輩も喜んでくれて。今度実物も見てみたいって書いてあるよ。それじゃあさ、今度ゆり先輩が日本に帰ってきた時は花女のおすすめポイントツアーしようよ。絶対盛り上がるよ。これこの調子なら中学生からの反応も期待してよさそうだな。苦労した甲斐があったね。うん、アンケートまとめるの大変だったもんね。一生懸命作ってよかった。そうそう、蔵で泊まり込みになるとこだったよね。お前、うちに泊まる気だったのかよ。だってアンケート見るのすっごく面白かったから、まとめなきゃって思ってもつい見入っちゃって。人によっておすすめポイントが全然違ったもんね。私も後でゆっくり見直したいなって思ったよ。ねえ、部活の練習のこととか中庭のお花とか、私たちの知らないおすすめポイントがいっぱいあったよね。私はアンケートを見てたら、花女には人それぞれの思い出がいろんな場所に詰まってるんだなって感じたな。もしかしたらそんな思い出たちが今の花女を作っているのかも。みんなの思い出とか楽しいって気持ちが集まって今の花女になってるのかもね。きっとそうだよ。私初めて来た時から花女のこと好きだったけど、今はもっともっと大好きだもん。わかる。私もいつも月曜日は学校に行くのが楽しみだから。今思ったんだけど、それって前にさやちゃんが言ってくれたみんなの影響を受けて今の私がいるって話に似てるかも。あ、リミ、どうかしたのか？ごめん、アリサちゃん、ペンと紙借りてもいい？あ、もしかして。うん、新しい曲のイメージが出てきたんだ。私たちのおすすめポイントがたくさん詰まった曲にしたいなって思うんだけど、どうかな？おお、これは期待できそうだな。うんうん、名曲の予感がするよ。それなら私たちもどんな曲にしたいか考えないとね。あ、そうだ、この曲完成したら学校でライブしてみよっか。いいかも。花女の話から生まれた曲だもんね。つーか勝手に決めんなって。そういうのはいろいろ手続きとかあんだから。できればみんなに聞いてもらいたいな。やっぱり私的にはポピパが花女の一番のおすすめだから。たく、しょうがねえな。凛子先輩に話してみるよ。ありがとう、アリサちゃん。よし、頑張るぞ。磯
それとも2冊？あ、そうだ、ベースの弦も買っていかなくちゃ。あれ、リミちゃんだ。今日はお買い物？あ、マリナさん。新曲を書くのに5000譜を買いに来たんです。へえ、ポピパの新曲？それは楽しみだな。ありがとうございます。早くライブで披露したいです。新曲はどんな感じなのか少し聞いてもいいかな？もちろんです。実はこの間ポピパのみんなで学校紹介のパンフレットを作ったんですけど、今回の新曲はそれがきっかけでひらめいた曲なんです。パンフレットのことならさあやちゃんから少し聞いたよ。確か学校中の生徒にアンケートを取ったりしたんだよね。そうなんです。いろんな人からのおすすめポイントを載せることになって、そのアンケートの集計をポピパのみんなでしてたんですけど、書いてもらったみんなのアンケートを見てたら、同じ場所でも人によっておすすめしたいところが全然違ったりして、だからそんな風に一つの曲でも人によっておすすめしたいところが違うような、そんな曲を作ってみたいなって。そうやってみんなのおすすめしたいところとか楽しい気持ちを集めた曲ができたら、きっと素敵な曲になりそうな気がするんです。確かにそれってその曲にそれだけたくさんの魅力が詰まってるってことだもんね。だから今回の曲はどういうおすすめポイントを作りたいかをみんなに聞いて作ってるところなんです。なんだかすごい曲になりそうな予感がしてきたよ。聞いてくれた人みんなが好きなところを見つけられる、そんな曲にしたいです。うん、話を聞いてるだけでリミちゃんの熱い気持ちが伝わってくるよ。そんなに熱く語ってました？めっちゃ恥ずかしい。早くライブで聞いてみたいな。君も楽しみだよね。じゃあマリナさんたちに早く新曲が届けられるように曲作りの続き頑張らないとですね。うん、楽しみにしてるね。